安倍晋之助二軍監督、9時過ぎないですか、はい、いや、もうあれぐらいでいいんじゃないですかね。お<う>はい。一度、社会人野球僕手伝ってるんで、うん、巨人の二軍と試合やったんですよ。はい。3月に。うん。練習試合を。はい。うん。まあ言ってるんですけど、まあね、やればやるほど二軍選手っていうのは、 一軍に行かないと意味がないので、うん、ね、やっぱ一日も早く行くっていうのはやっぱり練習しかないと僕は思って、僕も思ってるんで、うん、それをやっぱこうね、よりこう、実践してる監督かなとは思いますけどね。